こんにちは、ドラベスです。今回は元気の極魅力ブロック非属性耐性友情コンボかける2飛行回復非属性キラーでダウンブラストの超強電撃ということで、近畿の一の動き毒我慢なしでやってみたいと思います。まあ、いったら毒我慢ついてるんだけどね。まあ最終的には完全毒我慢なしやってみたいと思うんですけども、この HP のやつに毒我慢もうすでにもうついちゃってるんですよ。でネタのためには毒我慢外そうかなと思ったんですけども、まあ、外すのちょっともったいないっていうかね、なかなかステッキそれをためにステッキを使うのもちょっとなと思ったんで今日はちょっとやめました。はい、で一つ言えるだけはこの近畿一の極やっぱ魔法陣がね必須、さらに毒我慢必須なので、いやちょっと場所悪いな、こうひよこにねしないことを意識してプレイしていくという感じですね。でここが夜ヌンガンドをさえ倒しちゃえば、先にね倒しちゃえば毒が降ってこないので、でこれから近畿頑張る方、これから近畿登っていく方の、まあ動画に参考になれば高評価チャンネル登録をお願いします。はい、あこれからね、あちょっとあれですね、 SS ダメなのでちょっと倍速にします。よし帰ってきたぞ。ある程度は SS 溜まって、さらに今中ボスですね。でまあここも同じく夜ムーンガンの倒しも中ボスから続々っていくのか。でここは、まあ、先ほども言った通り、まあ、ひよこにならない状態にすることを意識しておく。なのでいやそうなっちゃうか、なので、まあ、魔法陣をね踏まないように動きましょうという感じですね。まあ、魔法陣を踏むと、まあ、別に、まあまあ、攻撃力だけがねガクッとこう下がっちゃうだけなので、あとは SS 使えないとかね不便な部分が多いんですよね。なのでこのひよこになった状態からこのボスに突破するっていうのはちょっと、まあ、あれなので、ひよこ解除してボスへ行くっていう感じ、こんな感じかな。下に行って、はい、でここで抜けたいかな。こうなって、はい、でさらにここが結構、まあ、ボスのねこの背中に結構くっついてるんで、これでガッてもうちょっと角度つけてたらマッチ決めれたのかもしれないですね。まあ今ちょっと失敗かな。でここは下上、まあ、これはちょっと失敗のショットなんで、まあ、参考にならないと思います。正しいやり方は最初の横下がりの方が一番安全なので、まあ、こんな感じで、こんな感じですね。はい、で今回アイテムも使ってるから、アイテム使ってるから21万もねこう体力あるんだけど、
アイテム使ってなきゃあらは、僕アイテム、あの主力外でね、アイテム使ってない状態でやったんですよ。でアイテム使っていない状態やったら普通にボス手前で負けた。なるほど、そうアイテム使っていない状態でやったらボス手前で負けだったから、いやちょっとまずいね、これちょっとこれはまずいから、上の真ん中真ん中みたいな感じでこんな感じでいけない、ね、いやミリ残る、ミリ残る、でラスゲですね。ラスゲはここは普通にね、いや SS 打てね、いやちょっと待ってこれ SS、 いやなっちゃうのかよ、そしてここはもう SS 打てませんね、出ませんね、これはこんな感じだね、はい、で HP が SS 打てる状態になってるのでってなってるから、ここでもぶちかましていいと思う。救いの道は一つで、でボスに結構体力削れたから、で 2P の魅力の SS でもうフィニッシュかもしれない、で上に上がってくる、で弱点がすごいいいとこに来て剣も出てるから、ね、これでいったかもしれないですね。はい、ということで今回はキンキ一ノ瀬の毒我慢なしやってみました。よかったら